ということで、ありがとうございます。今回もですね、数が多い、量が多い、そして重いということで、ちょっと取り方変えてみたいと思います。これね、何買ったかって言いますと、まず手前見、開けましょうか。ね。これね、重たいんですよ。さあ、あ、さあ、お、ちょっと待って、これ。さあ、来ました、ほら、ドン。ドン。はい。やってまいりました。見えますかね、これね。トレカでございます。トレカです、こちらね。ちょっと今見てみましょうか。ちょっとね、いろいろね、乗ってるの、ちょっとあんまり、映ってない方がいいかなというのがちょっとありまして、トレカ、ごちゃ混ぜトレカですね。ちょっとピントが合わないな。と、ごちゃ混ぜトレカ、8キロ。ね。1個、3980円、5個。ね。19,900円。ね。2万円分です、これ。大変なことになりました。思ったより大変です。5個です。で、これが1個でしょ、多分ね。ということは、これ2つずつっていうことなんですよ。やたら重い。俺ね、ぎっくり腰を経験してまして、これやると大変なことになっちゃうんで、帰れなくなっちゃうんで、ちょっとね、狭いんですけど、開けてみたいと思います。ね。これに、だから2つ分なんですよ、これ。よいしょ。ね。こういうパターンよくわかんないです。なんでこっちは新聞紙なんだみたいなね。はい。じゃーん、来ました。うわー、来ました。ね、はい。はい、こんな感じで、これどうしようかな。こうした方がいいかな。ね、はい。すごい量でございます。さあ、皆さん見えますかね、これ。大変なことになります。あ、こういうのもね、わかりやすくていいですね。査定0円。0円っていうのも書いちゃってるっていうね。なかなか大変でございます。ね。この量、どうしましょう。これを前のように開封動画でポン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 出していくと、大変なことになりますので、ね。カード的にはね、いつもとあまり変わらなそうなんですよ。正直なところ。まあ、いろんなバラエティ豊かに入ってるはずなんですけど、っていうか、できればそれが嬉しい。けれども、もう開けた感じ。まあ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 、だよねっていう感じですよね。この辺。もう絶対同じのしか入ってないから、これね。あ、なにこれ？ええ嘘プロ野球カード？ベースボールカード？しかもね、これね、ね。こう、ちょっと見えないかもしれない。1995年。だいぶ昔のですね。95年のカード。輪ゴムで止めているという。これ、友達んちのやつみたいな。この感じ。出てきております。で、これ、あ、またこれ、プロ野球、あ、この辺プロ野球か、全部。ということでですね。一旦整理をしたいかな、というところでございます、これ。ね。これさ、どうするこれ。どれくらいかかる？ものすごい時間がかかりそうなんですけど。開けちゃったら。ね。これだ、なんで、どうしようかと考えています。今ね、本当にもう一箱ずつ開封動画を撮ろうと思ったんですけど、まずとにかく重いんです。8キロ2つ入ってるからね、16キロ、15キロ以上絶対あるんでしょ？だから。で、これでね、いつも8キロって言うけど、8キロぴったしで送ってくれてるわけじゃないんですよ。やっぱちょっと多めにジャンクだからね、入ってるんで、結構もう約10キロぐらいあるんですよ。だから20あるんですよ、多分。もうそんなんもう重い、無理っていうことで、こういうパターンにしました。これだけでもね、結構重いんですよ。箱壊れちゃうんじゃねえぐらいなね、いう感じなので、どうしようかなってちょっと今思ってるんですけど、一旦整理させてもらっていいですかね。
これ多分話しながらじゃ超時間かかるよね、多分ね。一旦整理させてください。で、それをちょっと見せますので。川野田チャンネル。はい、ということで一箱開けてみました。こんな感じでございます。プロ野球カード、こんなにありました、束で。はい。そしてこちら、ポケモンです。まあ、まあ、ほぼ、ノーマル。まあ、ポケモンに関しては100%ノーマルだと思います。買収縛るつ、こちらもキラーカードはね、特に、あまりないので、この辺も入ってないで。で、こちらが、バトルスピリッツ。こちらはですね、キラーカードが多少入ってるかもしれません。どうですね、どれだったっけな。これだね。どれだったっけな。なんかね、キラーカードがね、あ、どうだったっけな。あ、これだ、これだ。ほら、輪ゴムで止めてあります。でも、これね、大したレアじゃないんですよね、これね。レアカードっていうことですね。あー、ばらまいてしまった。ということで、ね、バトスピーでございます。これまた勝たさなきゃいけないからね、大変なことになっちゃうからね。ね、ええ。まあ、大体この、この4種類が大体のメインな感じですかね。はい。ということで、その他、その他に関しましては、これは何でしょう、これね。なんか、チアガールみたいな。あ、野球かなんかかな？ね。野球の、あの、応援団の人かな？ね。その選手のカードですね。チアガールさんみたいな。応援してるぞ、みたいな。女の子？応援団？ちょっとわかんないんですけど。そのカード。そしてこれがあのパシャコレシリーズですね。これがアンサーでしょ、これ。で、これがね、ヒプノシスマイクかな？でも3枚しか入ってないからね。これ枚数書いてあるから。これがね、なんだろうな。ダンボール裏。この雰囲気、アイドリッシュセブンかな？アスタかな？なんか多分、ね、この辺、それからヒプノシスマイクか、その辺系統だと思うんですけど。ちょっとわかんないですけどね。はい。こんな感じで。あとは、これなんだろうな。鬼滅の刃ですよね、表紙がね。みなもぎりとかやってるやつね。5枚。ね。ウエハースカードですかな。で、これがね、ジャンプの、ジャンプフェア。ね。アニメートやってる。コミックスとか買うとなんかもらえるんでしょ、これカードね。あの、ランダムで出てくるみたい。で、1枚だけなんか剥がれんのカードね。ウエハースカードでしょ。で、これがあれだ。フェイトグランドオーダー。ね。のカード。ありがたいですね。書いてあるから10枚ってね。で、これなんだろうな。あ、これはあの、なんだっけ。アイデンティティ。あ、第五人格。ね、書いてある。のカードですね、これね。で、これがね、呪術回戦23枚。ね。開けてないんじゃない？ね。はい、そしてこれも、これツイステかな？フェイトかな？まあ、なんかいろんなカード、多分その他カードね。あ、書いてあるわ、その他って。18枚。ね、ありがたいですね。で、査定0円。値段がつかなかったカードみたいな。これだ、表、あの、これは、ね、ソードアートオンラインでしょ？キリトさんだ。なのかな？全部かどうかわかんないけど、なんかまあ、あの、これ、コナンって書いてあるね、これ8個ね。まあ、その他、なんか、ごちゃ混ぜのカードですね。で、これが、1枚だけ、これ、ツイステですかね。ね。ツイステと、ファンダルの。これが、その他、これも、プリキュア。でも、プリキュアだけじゃないね、これ。エヴァンゲリオンだね、マリさんだね。はい、っていうことで、その他、これ、23枚。ということを、これで、全部で、4000いくらでしたっけ？ね。はい。ということで、またこっちありますんで。川野田チャンネル。はい。ごめんなさいね。ちょっと分けてみました。ね、ポケモンカードとかちょっとやってみましたね。ね、こんな感じで。見てみたらですね、野球がこんだけありました。で、そしてこちら、バスケットボールですね。NBA。そして、アンダーキャット女の子のやつは、間にプロ野球カードが挟まってるという、かなり残念な結果にまして、だいぶ枚数が減っちゃったと。ね、かわいい、かわいい女の子がいっぱいいたので、いいななんて思ってた。これがね、プロレス系ですね。ちょっと混ざってましたね。はい。で、これサッカーですね。ね、懐かしのラモス類。ってことで、ビックリマンシール。鬼滅のビックリマンのシールが1枚、吉野さん。そしてこれが呪術回戦ですね。で、鬼滅の刃。で、これがアイデンティティ。で、これはまあ開けてないんですけど、あと、これね、あの、野球の中混ざってました。チャンピオンカード、1から15まで。これ15なんですけど、1から15も全部揃ってたと。ね。あと、こっちです、問題は。これはですね、実践的に使えるカードがあるかもしれない。サポート。いいサポート力がすごい高いやつがあるかもしれない。グッズもね、あーでもこれは大したことないんだろうなと、ね、思ったりするんですけど、まあモンスターボールとかね、なんかちょっとわからないんで、やってないんでね。
ええ、わからないんで、とりあえず外してみました。これね。これちょっと検索かけて、まあ、ああ、こういうのダメだな感じがするんですけど、まあこういうね、珍しいカードっていうか、実際にね、使ったりするカードがある可能性があるので、モンスターボールとかもね、ちょっとあったんですけど、まあそんな感じでね。で、これはまあ、パックとか買うと入ってるやつでしょうね。こういうね、光ってるやつ、多少。表面が光っちゃってるやつ。これちょっと画像じゃわかりづらいですけど、こういうホイール系ですね。光ってます、一応ね。はい。これが全部。こんなにありましたね、思ったよりね。で、これさっきのお姉さんのやつとか、のキラカードなのかな。野球も混ざってたけどね。はい。可愛らしい。はい。で、これがバトルスピリッツね。ありました。ホイールカード。レア度とはね、これが、どれだったっけな。なんかどれかが、X レアがあったなぁなんて思ったんですけど、これかな。うん。これすごいねぇと思ってね。これ X レアじゃねぇと思って。あとはまあ別にあんまり大したことないのかなっていうね、感じですかね。あとね、野球のカードの中ね、ありがたいね、サインが入ってるカード。で、プロ野球チップスだね、これね。はい。だいぶ前ですね、これもね、しかもね、2000年です。2000年一応サインが入ってね、印刷、もちろん当たり前です、印刷ですけどね。はい、で、これがさっきの野球、バスケットボール。ね、光り方すごいんだね、という感じかな。あとはバスケットボールでも海外のやつがよくわかんない。これ違うか。ね、こんな感じでね、光り方すごいね、というね。このパズルカードやめて足だけ。ね、なんか、マニアッククイズみたいな、この足は誰でしょうみたいなね。こういう感じでね。海外のカードしかもわからないんだよね、全然ね。ピンドーナ、ヒデキマツーイ。はい。っていうね、あとほら、こういう選手とかね。もう全くわかんないんですけども。英語も読めないしね、こういう光り方、ダブってるしかも。ね、っていう感じでね、スポーツのカードですね。サッカーもあったんだけどね。なかったか。ね。はい、こんな感じで野球カード。そしてこちら。こちらもバトスピかな。ね。はい。なんか知らんけど、1枚だけ、ノーマルも入ってなかったんですけど、ナルトの昔のカードですね。が入ってるという、感じで、これで、5000円です。はい。ね、あとはもうノーマルはもう分けちゃったんで、あれなんですけど。はい、こんな感じでーす。ね、まだまだありますので、これはちょっと時間がかかるんで、また、後日ということでね、別の動画でお会いしましょう。ありがとうございましたー。バイエーヤー。ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして、高評価お願いします。そしてカードのチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。それでベルマークみたいなのがあるんだけども、それをやっておくとライブ配信もやってるから、いち早くチェックできるぜ。チャンネル登録お願いします。俺は100円ライターが一番好きだぜ。100円で買えるぬくもりが俺は好きだぜ。そいつで俺はタバコに火をつける。別の動画も見てね。